コーヒーを生鮮してくれている会社です。効果が顕著に現れるんじゃないかなということで期待されています。フランカに来ました。ここにはですね、ストックがありまして、我々のコーヒーを生鮮してくれている会社です。今日今からですね、このストックラーの生鮮所を見学させていただいて、その後この地域の文字穴地域の今年の作画確認のためのカッピングをします。頑張っていきます。到着しました。彼らとはパークを作るためにこの3年ぐらいずっとワークをしています。毎年ここに訪れて味のすり合わせをしているんですが、今日も一緒にカッピングをしてですね、味のすり合わせをしたのと農場を少し見て回って過ごそうかなと思っています。少し実験をされているので、それの見学に来ています。どういったものかというと、コーヒーをプロセスした時に出る排出されるチェリーであったりとかパーチメントをですね、炭にして、炭にしたものをここに散布することで保湿がされたりとかですね、土壌が肥沃になったりするかということの実験をしています。これがですね、従来の方法で植えられた苗木ですね。従来というのは、カスカラを入れたりとかですね、炭にしてない残骸を巻いたものですね。でこの隣がですね、これが何も入れずにただ単に植えたものです。でまずこちらとこちらを比較していただくと、何も巻いてない方は木がすごく小さくて、まだでカスカラなど他のものを入れているものが従来の方法ですね、で植えているのが比較的葉っぱも大きくなっています。で一方でですね、こちらに残骸を炭にしたものをですね、土の中に入れてます。これ見てください。これ触ると冷たいんですけど、20日以上雨降ってないらしいんですが、まだ保湿されている状態が残っています。でこの炭を入れることで土壌でに、水分を蓄えられる効果がこれ明らかに出ているということ で葉っぱもですね、先ほど見ていただいた何も巻いてないものと比較すると明らかに順調に育っています。これも少し大きくなっていくとですね、効果が顕著に現れるんじゃないかなということで期待されています。